成田さんが、キリンの CM 起用されてたけど、降ろされたやつで、なんかその過去の発言で、みたいなやつで。で、リンって日本代表のスポンサーじゃん。メイン、メインなのかなメインスポンサーって言っていいよね。サッカーファンは、あれあ、れあのニュースで刺したよね、伊藤のやつ <laughs>。そう、だから、あれさ、その CM の前から言ってたことでしょ、あれ。その辺、ね、リサーチしないんだみたいなのもあるし、 そもそも、なんだろうな。めちゃくちゃイメージ、誰だろう。かちゃんみたいな人を起用してさ、ね。とか、大谷くんみたいなのを、ね、大谷翔平みたいな起用して、それでなんか起きてたったらまだあるけどね。一回成田さん行ったのに、それで批判来てやめんだ、みたいな <laughs>。って言うと、ああ、それは伊藤淳也推定無罪でも、それはおろすよな、みたいな。おろすというか、それは、キリンガー日本代表のスポンサー内以上、それは、ね、 しっかり司法の場で裁き受けてからじゃないとみたいな、そこは判断されないような、みたいな思いますよね。なんかめっちゃ繋がったよね、あれね。でも、その、あれなんだよね、結局じゃあ、そのクレーブ言ってくるとか、そのぐらいの人たちがどのぐらい、その商品の売り上げに影響を与えんだ、みたいな。だから結局これってさ、イメージ戦略だから、あそこの商品ダメだよねって言われるだけで実態を、その、見ようとしないじゃん、普通。僕思うんですよ、あの、例えば、 僕、切り抜きのところでやっぱりハードなとこ取り上げられるし、そういうイメージだから、まあそれはありがたいことなんですけど、それによってさ、僕を怖い人とか悪い人とかさ、あとはこんだけ現場行ってさ、もう現場行ってない日の方がね、一年で言ったら少ないぐらいなのに部屋にいる人みたいにされるじゃん。でもそのイメージだから、からそのイメージあると、僕の場合は、サポーターというか、こう見てくる人いっぱいいるけど、その現役でサッカーしてる人は見ないみたいな。サッカー経験者じゃないやつのことをお前信じてるのかみたいな世間の空気で、みたいな。 だから空気で決まるから、そう。で、逆に俺結構サッカーやってる子の方がその辺の気持ちとかは、やっぱりこの、サッカーってなんでやるかっていうと、こう固定観念の中でかっこいいものに自分が近づこうとするじゃん。自分が言っちゃえば憧れてる選手。その選手最高と思ってその選手の元に向かってくから、自分の中で既存の概念の中でかっこ悪いってされてるものも、実はかっこいいんじゃないかなんてね、若者のサッカー選手は思えないんだよね。 別の角度で、あ、こっちはありだぞ、みたいな。もうそういう中でこう、<laughs> ね、佐野くんとか渡辺龍馬くんとか話、ね、宮本くんとか小川くんとか絡んでくれる選手たちは嬉しいですけど。だから僕はそういうイメージに苦しむみたいなところはあるんですよ。その多分、そういうイメージなかったらもっとシュアボに戦力組んだろうな、みたいな。だからそれが、まあ、このキリンの話とかになってくると、なんかこう、爽やかな飲み物の CM で、そういう人を起用して、結果めちゃくちゃクレームとか来ると、え、麒 その、成田さんがやってる活動運動じゃなくて、あのひどいこと言ってた人が出てる CM の飲み物飲むのみたいな。そこに対して向き合っちゃうんだろうなみたいな。だからまあ、伊藤純也が外された理由も分かったし、だからかといってキリンが全部悪いかとか JFA 全部悪いかっていうと、まあ日本ってそういうもんだなみたいな感じの見方になるわけどす。自分がトップだったらそんな判断絶対しないですけど、僕はキリンのトップでも JFA のトップでもないんで、まあそんなもんだなみたいな。だからまあ、そんな僕にね、そのイメージだけで左右されないで、 シュワボのスポンサーになってくださってる皆さん、本当にありがとうございます。<laughs> 改めてお礼ですよね。メインスポンサー変わったら j f m 変わります。いやだ。これ、結局、そのあの田島さんをさ元々の犬飼さんがさいや。あいつはもうスポンサーにいい顔するだけは駄目ですよ。みたいな川口さんが次の会長ダイにするで田島さんをした時の話だそれで言うとスポンサーがえ。ちょっと伊藤潤也の件、スキャンダルになってるんで外してください。っていう時にいやちょっと待ってください。と。 これ、今スキャンダルになってますけど、これ、外したら、それを認めたみたいになるんで、これ、もう、1ヶ月、いや、2週間経ったら絶対ほとぼり冷めますしって、で、勝つことが一番ほとぼり冷めるんで、ここをあえて、毅然としておきましょう。で、ちゃんと世界の法令に照らし合わせて、推定無罪に対して罰するのは良くない。だから、こういう問題が、週刊誌で取り立たされていますけど、あの、日本代表は、JFA は選手を守ります。 っていう形で一回やるしかない。それで、ほとぼり冷めなかった場合にしっかりそこ対応して、えー、あの、こっちが謝りますし、絶対にさんに迷惑かけられするんで、みたいなことをできるわけないっていうのはわかるよね。<laughs> <laughs> やってくる人たちだったら、ハリルはあんな解任の仕方になってるし、もうね、ドイツに箱物を作るわ、利益上がってるのに、ね、内側の給料上げるわ、みたいなしないから、うんだ、今みたいなことはないから、さしまさん JFA の名誉会長になるらしいですが、どう思いますか うん。だからね、ねどの部分が名誉なんだっていう、その、とかあるけど、そういうボケかな、みたいなそうそう。なんか、太ってハげてる芸人がイケメンですっていう感じのボケかなって思ったすね。突っ込み待ちなんじゃないんだから。え、ソリマさんこんなん言ったの伊藤淳也のこと。こんななんか今、どこまで事実かわかんない感じなのに。あ、言ってる伊藤淳也の件について。 ソリマチ委員長は、この件については警察マターになるので、我々がそれ、それについてコメントすることはできない。離脱するんぬは JFA が決めたことなので、コメントすることはできない。えー、で、その後に、彼も一人のプロ選手として、しっかりと自分のことを実施しながらやる必要があると個人的には思ってる。え、コメントしとるやないかいっていう <laughs>。このパターンの人怪しい人多いよな。うん、ちょっと審判のことについては喋んないつって言ってるやないかいみたいなさ。言ってんのと一緒だよね、これって。 <laughs> これ言ってるよねこれだってさその事実がさあったかどうか事実無根って言ってるからさ弁護士がその事実無根っていうのはもうそういうことがあったのか性加害っていうのが事実無根なのかってそこふわふわしてる状態じゃん選手たちが残したいって言ってるからじゃあそれだったらっていうので信じるみたいなやつでさねっ出 <laughs> さん擁護してますけど伊藤純也やってたら どうすんですかとか、そういう、そういう件はみたいに言うけど、推定無罪とか罪が出る前に、報道機関が報道したからって、それで罰するっていうのが違うっていう話なんだよ。だから、この辺を全部ふわふわしてるうちに、え、もう、それまちさんってだって技術委,委員長でしょこれ。日本サッカー協会の技術委員長が個人的にはってつけたらなんだって言っていいんかっていう。ははははは。 伊藤純也がエロいことしてたかどうかとか、女といたかどうかっていうのは、それはそういうの全部出てっからの話で。だから、女の子とホテルいたらダメですよとか、代表期間中に女の子といたら離脱させますよって,っていうのはわかる。昔のそういうのとかいちいち言うの可哀想だし言わんけどさ、日本代表の今いる選手とかスキャンダル皆さん調べてみてくださいよ。伊藤純也以外だって出てくる人いいんだから。メッシだってロナウドだって訴えられてんだから、そういうので。 ここで重要なのは誰が裁いてそれによってどういう結論が出るかっていう話なんだよ。もうそこわかってねえやつが上いて、だからポゼッション率勝ってるからブラジルと戦って負けたけど大丈夫みたいなこと言って今みたいなことになってんだよ。そういう話じゃないんだっていう。フォロー外から失礼しますが土足ですいませんみたいな。言ったらいいんかそれっていう。個人的にはって言ったら個人になるんかっていう。なんないでしょそんな。